こんな美しい言葉を与えた人の心は、そこに何を見ていたのだろう。魚を花に見立てることで、人は立ち去っていく季節を呼び戻そうとしたのか。桜を握るとスズメになる。可愛らしい寿司になる。私たちの心はいつもグラスの向こうに季節を見ようとしている。まばゆく移ろう季節の形を見ようとしている。